2月25日、今日はメロンの定食を行います。種まき後26日経過しまして、本葉が3枚から4枚になってます。品種は滝牛病の2品種、南都市病が2品種、合計4種類の栽培を行います。苗は順調に育っております。メロンの定食が終了しました。株間70センチで植え付けてあります。